モランボンからステーキソース新発売。モランボン。よいしょ。この星のために、いえ私のために勇気の印。あなたのリゲイン。今週のショービズラインナップ、まず始めとのように全米映画興行成績ベスト10、史上最大級の制作費で史上最大級のヒットを放った若き才人ジェームズ・キャメロン、ヴィラン・ド・デッドの続編で今度は死神と対決したキアン・リーブス&アレックス・ウィンター、デビュー作ボーイズ・イン・ザ・フットで注目される若き新鋭ジョン・シングルトン、新作にロマンスとホットな話題でいっぱいの急成長女優アネット・ベニング、ソロ活動を経て4年ぶりに古巣ハートブレイカーズに戻ったトム・ペティ、そしてアメリカの最新チャート7月27日付ビルボードトップ10と続きます。この番組はもっと楽しく感じるままに技術の日産自動車グループと技術の日立の提供でお送りします。ショービズ。水のことは魚に聞け。魚の動きを分析して水道水の安全を守る日立のシステムが間もなく動きます。毎日が勉強です。日立には車の未来技術についても様々な提案があります。そこで形にしたらこうなりました。日立の半導体技術で地図を描いてみました。電子顕微鏡で見てみましょう。なんとなんとこんな路地までがこの中に。日立の三月さんが作った新幹線はこうして運ばれて行きます。別れが少しつらいです。日立。先週末、デミ・ムーアとブルース・ウィリス夫妻の間に2人目の子供が誕生しました。スカウト・ラル・ウィリスと名付けられたこの女の子は予定より一月早く生まれ、体重も2700グラムと少し小柄でした。またバニティ・フェア誌最新号の表紙を飾った妊婦ムーアのヌードは雑誌を販売禁止にする店が出るほどの論争を巻き起こしましたが、バニティ・フェア誌は出産を祝福する写真であるとコメントしています。ウォーレン・ビーティーとの間の2世誕生を控えたアネット・ベニングはバットマン2の主要キャラクターキャットウーマン役をやむなく降板しましたが、ミシェル・ファイファーがその後任に決定しました。バットマン撮影中のジャック・ニコルソンにゲスト出演なら無料でも出演したいと懇願していたほどこの役を熱望していたファイファーは、シェール、エレン・バーキン、そしてショーン・ヤングなどが有力候補に挙がっていただけにとても喜んでいるようです。今週の10位、初登場ダッチ。ショービズアナリストがこの夏の大穴候補に挙げた割には低調な出足が気になるジョン・ヒューズ印のコメディ。リッチな暮らしに染まった少年がママの恋人の運転手とワイルドな旅に出かけます。9位、シティスリッカーズ。連続7週のトップ10入りが光る中年男はつらいよコメディ。それぞれに悩みを抱えたシティボーイ3人組が大セーブで元気と自分を取り戻します。主演ビリー・クリスタル。8位、裸のガンを持つ男2と1/2。1週間のご無沙汰のうちになんと3ランクも滑り落ちたナンセンスアクションコメディ。転げ出したら止まらないあたり、主役の大ボケ警部とウリ2つです。7位、ポイントブレイク、邦題ハートブルー。こちらは封切り2週目で3ランク転落の青春アクション。
連続強盗事件を追う FBI 捜査官がカリスマ的サーファーに接近します。監督キャスリン・ビグロー。6位ロビン・フット。風切り6週目でトータル1億2000万ドルの大台に乗せたケビン・コスナー版ロビン・フット。この夏を生き延びた数少ない大作の一本となりました。監督ケビン・レイノルズ。5位リガーディング・ヘンリー。拡大公開で2ランク浮上の感動ドラマ。仕事はできるが性格最悪のエリート弁護士が銃撃を受けて別人に。彼を支える家族の愛が見ものです。主演ハリソン・フォード。監督マイク・ニコルズ。4位ボーイズ・ン・ザ・フット。黒いスピルバーグの呼び声も高い噂の新鋭ジョン・シングルトンのデビュー作。ワンランク落ちたものの封切り感901でこの成績は立派でしょう。主演アイスキューブ。3位101匹ワンちゃん大行進。大人の観客を狙った映画が目立つこの夏、夏休みの子供たちをどっと集めて検討するディズニーアニメーションリバイバル。2位初登場ビル&テッツボーガスジャーニー。ハートブルーとともにトップ10中2本の新作に主演する成長株キアノリーブスの青春ドタバタコメディーパート2。共演アレックス・ウィンター。1位ターミネーター2。連続3週トップを走る帰ってきたターミネーター。早くもトータル1億ドルの壁を破り超大型予算も無駄にならずに済みました。優しくなった殺人マシンを演じるのはご存知アーノルド・シュワルツェネッガー。独立記念日に公開されたターミネーター2は第1週で5000万ドルを超える成績を上げ、バットマンに迫る史上最大級の興収記録を伸ばしています。この映画はまた史上最大級の制作費をつぎ込んだことでも話題を集めましたが、プレッシャーを跳ね返し魅力的な一作を生むのに貢献した一人が何といっても監督ジェームズ・キャメロンでしょう。エイリアン2、アビスとパワーあふれる超大作で知られる彼に聞きました。キャメロンはターミネーター、エイリアン2、そして前編の 50% を水中で撮影したアビスと超大作に取り組んできました。その彼にとってもこの続編は最大規模の作品でしたが、ある意味では楽な撮影だったといいます。We might have been shooting for 14 hours and sitting there exhausted, not, you know, not knowing what to do, but I'd look around and I'd say, at least we're not underwater, guys. しかし苦労がなかったわけではありません。現在ターミネーター2にかかった制作費は1億ドル以上と推定されていますが、6ヶ月という厳しい撮影スケジュールが進む中でマスコミは予算の雪だるま的超過を取り沙汰しました。そんな周囲の声に影響されたのでしょうか。I didn't have time to think about it. We're under so much pressure just to make the shooting day and get the work done and to stick to the plan. Shooting a movieis like mowing your lawn with a toenail clipper. You know, you're so close to it that you can't see the whole picture. And so all that other stuff that's happening outside, the talk about the budget and people's, you know, misconceptions and preconceptions about the film, don't really matter that much because you're just trying to get through the day. 第一作の脚本を書いた彼は今回共同脚本を務めました。Had you written yourself into any corners that you may have regretted?Not really. Well, I mean, obviously I killed off the main guy, which is a bit of a corner, but fortunately it's science fiction, so we, you know, problems like that are easily surmounted. And obviously in this particular case, there's another Arnold up there in the factory somewhere in the future, and they send him back. You just can't go around killing people. Why?多くの批評家が言う通り、今回ターミネーターは優しくなったのでしょうか。監督の答えは、At no point in the film is he not a Terminator.You know, I mean, it's a very careful performance. When he shows up, he is the same guy we remember. He's just as rude as he ever was. You know, but he's in a way, he's kind of an anti-hero, in a sense, because he's kind of right on the line. He's wavering on the line between good and evil. You know, he kind of steps back and forth over that line a few times. And you actually see him as a character struggling with it, which is kind of cool. For me, it's got to come from character.Right? We know that Sarah Connor now knows that there's going to be a nuclear war. We see her driving off into the desert at the end of the first film, pregnant, about to have her child in an uncertain environment. And now we come back to her, you know, cut to her 11 years later. What's she been going through? You know, we see a very, very different character. So for me, the excitement of the kind of the first act of this movie was to bring the Terminator back to the new time, our present now,
to see Sarah Connor a changed person and to put them on a collision course.こうして映画は盛り上がり、そして迎えるエンディング。中身は見てのお楽しみですが、次を思うと監督は窮地にはまったようにも見えます。たとえ困難であっても、それを乗り越えるのが主演のアーノルド・シュワルツェネッガーと監督キャメロンの得意技。どうやらファンは安心していていいようです。ビルとテッドの大冒険でエクセレントなタイムトラベルアドベンチャーを楽しんだ2人がパート2を引っ提げて戻ってきました。今回のおとぼけコンビビルとテッドの大冒険とは、映画批評と2人の主演者のインタビューで真相を探ってみましょう。ビル&テッツ・ボーガズ・ジャーニーで、2人組は相変わらずとぼけた方法で人生の意味を模索しています。念のため説明すると、ビルとテッドは優しいがどこか間抜けなカリフォルニアボーイ、冒険人生を宿命づけられた2人ですが、今回は彼らの行動に不満な未来人がうり二つの殺人ロボットを送ってきます。テッド、if you really me, how many fingers am I about to hold up? Three! Whoa!You're right! Let's go, guys. We'll drive. For a time, 殺人ロボットたちの計画は初め順調で、良い方のビルとテッドは一時的に命を奪われ、地獄に落ちます。Welcome to hell. No way. What? No way, sir!前作に続いて主演したアレックス・ウィンターとキアヌ・リーブスは魅力的に動き回ります。脚本はもっとタイトにすべきでしたが、それでも笑いと哲学が共存しており、中でもビルとテッドが死神とゲームをする場面は最高です。 J7 Hit I hit You have sunk my battleshipもちろんビル&テッツ・ボーガズ・ジャーニーはひどく幼稚な映画です。しかしあまり期待せずに見に行けばとても楽しめてしまうかもしれません。キャロル・バックランド、CNN。続いて今回自己探求の旅に出たビル&テッドこと主演の2人に聞きましょう。 How's it going, Bill and Ted? Ted, it's us again.死神に出会い死後の世界を訪れるという展開は、ダンテの新曲をはじめ古典文学の多くに見受けられます。また監督ベルイマンも第7の封印で死との対決を描きました。ここで騎士は死神とチェスを繰り広げましたが、ビルとテッドは別のゲームを選んでみせました。 You have sunk my battleship. Excellent! There are classical antecedents here. Yes, there are. And we skate around them at every turn.今回のパート2が古典に基づいているのは確かですが、仕上がりはベルイマンよりボブ・ホープとビング・クロスビーの珍道中ものを思わせます。古典的道化芝居の要素もある欲張りな映画で、ウィンターは地獄にいるビルの祖母も演じることになりました。I liked it too much. I think that's a bad sign. That dress, the hair, those teeth, the eyes.Being an old lady, it's my calling, dude. It's like I'm an old lady trapped in a young guy's body. Drag. It was well said.第3弾の可能性については主演の2人ともわからないと言いますが、時間を旅して地獄にまで行ってしまった彼らにふさわしい大冒険はもうあまりなさそうです。That, for example, is something we could go on, maybe. Excuse me. Bill and Ted, you know, have allergies or something. Yeah. Oh, no, we can make, like, the tragic after-school special. Right, exactly. One of those comes down with some weird death and disease. Bill and Ted in the plastic bubble. That might be, that would be the way that to might go. Be the way to go for the sequel, I think. Yeah. You know, like, we're rock stars, but all of a sudden, sure. One of us comes up with a cough. We become allergic to everything on Earth. Everything. So we're put in a plastic bubble. We can't even play our guitars. We're allergic to our guitars. The only thing we're not allergic to is John Travolta. Right. Yeah. Okay. That's the next movie.ビルとテッドの大冒険、まだまだ終わりそうもありません。デニス・マイケル、CNN エンターテインメントニュース、ハリウッド。
I still haven't grown up, Cindy. I'm something I never want to do. Now it's new 2000. Zensha 2000cc ツインカムエンジン搭載。さらなる美の存在、新しいシルビア。カーシーディデッキプレゼント実施中。不思議だぜ、さっきキスしたその唇が今はピーと食っている。日立カチャミリ新登場。ねえ、キスして。月がとっても青いから変だ。遠回りして帰ろうぜ。日立カチャミリ新登場。ピース。気持ちよい技術へ。日立。ショービズ。現在23歳のジョン・シングルトンは今週第4位で検討するボーイズ・ン・ザ・フットで長編監督デビューを果たしました。大学の映画科を卒業したばかりの彼は在学中から黒いスピルバーグの名で知られていました。ボーイズ・ン・ザ・フットは LA 南部に住む3人の少年の物語。大人になろうと奮戦する彼らは麻薬、エイズ、ギャング、そしてサイレンや銃声に悩まされつつ、サバイバルの努力を続けなければなりません。自らもまた生きるための戦いを強いられる環境で成長したジョン・シングルトンは、幸運にも父のおかげでサバイバルすることができたと語っています。映画監督になるという目標を見定めた彼は名門 USC 映画科に進み、多くの賞に輝きました。卒業2ヶ月後に彼は映画でメッセージを伝えるため生まれ育った地元に帰ってきました。ハリウッドの視線を集めた新鋭シングルトンは、ボーイズンフットを出品したカンヌ映画祭でも高い評価を受けました。エディ・マーフィー showed up、スパイク・リー、you know, tore down the house. People were waiting for blocks and blocks to get in. We had a second screening and we had to turn away 300 people.これは今回の映画でデビューした新人としては上出来でしょう。I shot this film off of theory, because that's all they teach you in school anyway, to teach you to theorize. And rarely ever do you get a chance to put it into practice. And this was my shot. ブラックフィルムメーカーの言う、スパイク・リーと比べられるほどになった彼には、コロンビア映画で次回作を撮る予定もあります。For me, it feels good to be taken seriously as a filmmaker so early on in the game. And it's good to be working too.It's good to have a job, you know. A lot of my friends are unemployed. I want to do something with my life, right? I want to be somebody. Melanie Blank, CNN Entertainment News, Hollywood.グリフターズでオスカー候補となったアネット・ベニングは、公私ともに現在ハリウッドで最もホットな女優となっています。数年前まで大混乱の脇役程度でしか知られていなかった彼女は、この夏の新作リガーディング・ヘンリーでハリソン・フォードと顔合わせしています。この春公開されたギルティーバイサスピションで、アネット・ベニングはロバート・デ・ニーロと共演。悪名高い50年代の赤狩りに巻き込まれ、破滅へと導かれる映画監督を支える妻を好演して注目を集めました。新作リガーディングヘンリーでも、ベニングは再び献身的な妻の役に挑んでいます。ハリソン・フォードを扮する冷酷なエリート弁護士の夫は、チンピラに頭を撃たれた後別人のようになってしまいます。そんな彼を支える妻を今回もベニングは演じました。She does stick by him. I think she doesn't know how resourceful she really is, and maybe that's one of the good things that happens when tough times happen in life, is that we actually get to know ourselves in a way that we didn't before.
リガーディング・ヘンリーは彼女にとって6番目の大役にあたります。演技歴は古い彼女ですが、スター街道を歩み始めたのは数年前のことです。An Academy Award nominated actress, and who knows what will happen from this. In a way, it feels fast, and in a way, it doesn't at all, because I've been acting for a while, you know, all of my adult life. Acting is really very familiar to me, so, and what I do is basically the same thing I did when I was in a theater in San Francisco with 50 people. It's just now I'm in front of a camera in front of millions of people.今回ベニングは娘役を演じて映画デビューを果たした12歳の少女俳優ミッキー・アレンから演技について多くを学んだと語っています。I really had a good time working with Mickey, and I felt she's just so good in the movie. She's so simple, and she does what all of us adult actors are striving to do, which is to be simple and clear and do less. You know, she doesn't feel like she has to always be doing something. She lets the camera come to her. And it's a great lesson in acting. こんな風にいつでも真剣に演技について考え、学ぶ姿勢を忘れないこと。それがベニングをトップスターの座に導いたようです。